原神にプレイヤースキル求めないでほしい。いや原神何も考えないでクリアしたいんだったらまあベネットと勝利使っとけばいいから、そこはもう余裕じゃね。まあまあ勝利先生の復刻いつですか。勝利先生は正直原神で一番汎用性があるキャラかな。使いやすいし、シールド貼ってたらヒーラーもいらないぐらいに硬いし、うん、まあ一ちゃんおすすめです。あ、キャラクター10人しか揃ってないんだけど、強いパーティー組めない人にはことどおさらおとすすめなので、強いんですけど。復刻いつ来るかな。次勝利復刻来たら5回目ですよ。5回目、いらなくね。いらなくはないか。まあ、原神始めたらみんな勝利先生欲しくなるので、まあまあ復刻欲しいですけどね。5回目だしな。うん、勝利先生は半年に1回は来るぐらいのキャラなんですけど、もうな、多分またフォンテーヌ来た時じゃね。 4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 でゴッドフェスが来て、うん、なんかウェンティ、勝利、ライデン、ナヒーラ推進みたいな感じで来るんじゃないですかね。わかんないっす。うん、なんかゴッドフェスみたいな感じでバージョン 4.5 骨で来るか、あ、普通に 3.6、3.7、3.8 とかで復刻にねじ込まれる可能性は全然あります、勝利先生。原神キャラクターもう増えすぎちゃってるんで、なんか復刻の順番もな、なんか正直だんだん予測が、まあ、なんか復刻こなさすぎるキャラはまあ復刻来るけど、キャラクターもう原神も65体いるので、全キャラクターでね、アーロイとか主人公も一人でして入れて、ここより弱滅の、あの復刻も回らんやろな。一番一回のガチャにつき2人同時ピックアップとかじゃなくて3人同時ピックアップとかにしないと回らないと思うわ。正直大変だと思う。